ヌードルズ・ハーンはアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビル出身のプロ野球選手、左投げ左打ち。幼い頃、父親がナッシュビルのピアノ工場に勤めており、ハーンはいつも父親に昼食のスープ麺を届けていたことで友達からヌードルズとあだ名をつけられたそうだが、本人はなぜそういう呼ばれ方をされていたか、その理由を知らなかった。 16歳の時にサザンリーグのチャタヌーガのチームに参加し、その後、ウェスタンリーグで投げていたところを、当時のシンシナティレッツのオーナーだった、ジョン・ブラッシュの目に留まり、1899年にレッツからメジャーリーグにデビューを果たした。ハーンは1年目から、高速球と鋭いカーブを武器に23勝8敗と活躍し、脱三振145はリーグトップ、また、 防御率2.68はリーグ3位の成績だった。1900年シーズンは勝ち星に恵まれなかったが、脱三振数は2年続けてリーグトップとなり、1900年7月12日の試合ではノーヒットノーランを達成する。1901年にも脱三振239を記録し、奪った三振の数は3年続けてリーグ最多となった。この年レッツは、 チーム全体で52勝しかできなかったが、ハーンはそのうちの22勝を挙げている。ハーンの活躍に当時創設間もないボストン・アメリカンズが、高級でのオファーを出し引き抜きを図ったこともあった。自身も1900年にレッツと契約の問題を起こしたりしていたのだが、新シ,シナティを気に入っていたというハーンは、遺跡を拒み、1904年までレッツのエースとして多くのイニングを投げ続けた。 しかし1905年、ハーンはそれまでの投げすぎもあって腕を痛め、この年13試合に登板しただけで8月にレッツから放出されてしまう。1906年にニューヨークハイランダースと契約したが、6試合に登板しただけでメジャーリーグから引退した。前後するが、ハーンは絶頂期だった23歳の時に野球選手を引退した後の職業のことを考えて、 獣医師の学校に通っており、引退後はその学歴を生かして、アメリカ政府の獣医の検査官をしながら、定期的にクロスリーフィールドを訪れて、打撃練習の投主を務めたりしていた。自身が68歳になる1946年まで、ハーンはクロスリーフィールドに自分のロッカーを持っていたそうである。1960年にノースカロライナ州で死去。ありがとうございます。